はい、なんかいきなり企画が始まってしまいました。デッドオアライブみたいな感じですけど、別に死にはしませんけど、ねえ、ここはあざみ野ですよ、あざみ野。いや、ここまではいいんですけどね、こっから先がどうにもならないわけですね。いや、やってきたらいいけど、どうするんだって感じですよ。37番は置き換え対象でしたっけ。まあそんなことは今はどうでもいいですね。果たしてこれから私は上り戸へ無事帰れんのか。とりあえずね、東急の駅員さんに話聞くか、まあ、なんかしないといけないですけどね。まあとりあえず行ってみましょうか。いや、まさか今日こんなことになるなんて思ってないですから、だからね、カメラなんて持ってきてるわけないですからね。スマートフォンで申し訳ないですが、まあ、これこそね、あのトラブルを楽しもうというわけで、って言ってもね、もう止まって2時間以上経ってんですけどね。まあ相変わらずダメそうですね。マジでどうしよう。もう電都線はどうせ終電まで動かないんじゃねえかっていう私の予想ですんでね、あの私は回数券を持ってるんで最強のね、あのものを持ちましたよ。振り替え乗車票、これだけ、これあればね、あのどこにでも行けますから、もう何とでもなりますから、やりたい放題ですよ。ってことでね、とりあえず振り替え乗車票はバスに乗れるんでバス乗りましょう。どこ行き、まあ、小田急線に行ければいいんでね、遊園か新売り行きですね。まあこれでもいいですけどね。乗ってきたバスですね、あれが、あざみ野から新百合ヶ丘と小田急の方まで逃げてきました。まあ小田急ユーザーなんで帰ってきたっていうのが正しいんですけど、ね、普段は南部線使ってくるのにこっちに来るとは思いませんでしたが、ちなみに奥の方にあざみ野行きのバスが止まってるんですが、べらぼうに混んでましたね。あの渋谷から東横線とブルーラインを乗り継ぐルートじゃなく、こっちの小田急のルートを使うとですね、ここでバスに、ね、混雑するということでしょう。まあ、正直バスの輸送力なんて鉄道と比べるとどうやったって知れてますからね。でこっから小田急線の電車に乗って新宿方面に向かうんですが、今21時5分で快速急行がまあちょうど行ったばっかりで、次が10分後でですね、まあ、袖の方が個人的に都合がいいので袖に乗ることにします。で小田急ユーザーって言ってるんですが、あざみ野行きのバス出てきますね。おーおー、混んでる混んでる。でですね、私新百合ヶ丘の駅使うの十何年ぶりなんで、駅の外出てくるのがどこ行けば改札があるのか全然わかんないですよ。とりあえず歩いてみますか。はい、やっと新百合ヶ丘の駅にやってきましたが、ここで有人改札入らないといけないんですね。この回数券で本当にピントが合わないけど乗れるんですかね。まあ、一応東急の振り替え乗車っていうことなんで正規なら乗れるはずです。行ってみます。案外すんなりラッチ内に入っちゃいましたね。荒木田行きが2番か、ああこれ急行が化けたやつですか。でまあもちろん田園都市線の代わりに乗ってるんで向かうのはこっちです。新宿方面11分発確定乗ってもあんま意味はないんですけど、乗れそう。あと20秒か、微妙だな。ああドア閉まっちゃった。別に乗るつもりじゃなかったからいいんですけど、なんとまあタイミングのいいんだか悪いんだか。大丈夫です、この各駅停車には追いつきます。4分後に来る快速急行で追いつきますので、特段心配はいらないわけです。ていうか上り戸で降りるんだから関係ないよって感じですが、まあ、気持ち早く来るんですよね。思ったよりすぐ快速急行が来たんでバタバタしてますが、来ましたね、3082、8連から10連に改造したやつですね。田園都市線が止まると結局小田急の快速急行にお世話になるっていうのが私のなんかいつものコースですね。いいんだか悪いんだかよくわかりませんが、あ、そっか、二藤さんが新しいんだからそこに乗りましょうかね。この時期だと弱冷とか関係ないですからね。ご利用の扉の後に本座を開催します。ご利用の際はご注意ください。